今日の作品はバグです。バグとバグ、バグズライフのバグです。虫がテーマになってます。でメンバーそれぞれの個性、感性が散りばめられているので細かいところまで注目です。あと個人的には B リーグで、まだ誰もやってない初披露の技があるのでそこもぜひ見てください。虫の女王です。みんなの母親だし、みんなを産みますこれから。なのでちょっとね、で最後ね、結末をねちょっと楽しみにしておいてほしいです。どうなるか。あります、大丈夫、根拠のない自信を持ってきたかまします。入場からお願いします。はい、スタンバイ。仏像と合ってされるんだと思います。あ、なるほど。じゃあみんな落ち着いて練習通り踊れてるかなっていう印象です。なんか今日の感じ、みんなも体の調子も良さそうなので、まあ、このまま行けば、まあ、勝てるかな、勝ちたいな、そうそう勝ちたいなという感じです。バグります、もっと。本番は、はい、今日はもう淡々とできることやるだけです。マジで真逆なんで、なんかどうなるか、どっちにこけるかわからないけど、今日はさすがに自信しかないですね。まずね、チハリーのもう女王感漂う気迫、そしてその他諸々の、子供たち、チハリーの子供たちが繰り出す、ステップやら技やらが結構見どころですね。なんか見てて飽きないあっという間の作品になってるんで、ちょっとしっかりね瞬きせずに見ていてほしいなっていうふうに思います。ズバリ、いつものマジです。わかる、それわかる、わかるんだ。パキパキじゃなくて、ちょっと揃えてる。一瞬試し。5分で持ってくる。ちょっと食べてるかも。最初、前向き。朝から晩まで練習頑張ってきて、衣装とかもみんなでちゃんといろいろ要望出して、照明もちゃんと、ね、マイナスならないようにみんなでいろいろ練り上げてきたから、それが実を結ぶと信じてます。自分のスタイルと違うからすごいむずい。でも楽しい。みんなね、卵産むから、7匹7匹産むから見てて。で最後の結末ちょっと楽しみにしててください。どうなるでしょう。まあ冒頭ですね、最初の疲
髪の部分ちょっと私から入るので、そこでどれだけ世界観をグッと皆さんに引き込めるかどうかだと思ってるので、ちょっとそこを見ておいてください。虫全然ダメ、全然ダメ。普段よりもしてなさすぎてなんか不思議です。最後のマサナミのソロに、最後のマサナミのソロにかかってるなんかワク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 しかしてない、楽しみでしかないです。虫のバグ、バグってる方のバグで、うちの実家の犬のパグが3つかかってる作品になってる。ワンワンっていう感じのフィーリングで可愛らしく勝ちに行こうかなというふうに思ってます。皆さん冷静に、はい、ファッションでいくとこはもう思いっきりいっちゃってください。はい、大丈夫。相手を見くびらずにフルでいきます。はい、はい、はい、いくぞー。おーの勝利、これからも頑張ります。勝ちました相手のおかげっすね横から見ててもすごい良かったし、もうマジで良かった。マサナミがマジでかましてた、最高。ポンポン。やっぱちょっとプレッシャーはありましたけど、みんながその分しっかり見せてくれてたし、かますところしっかりかまさなきゃなって思いで、本当にすごいいろいろ悩んだし、この2週間マジで眠れなかったんですけど、ちょっと、まあ、みんながいいって言ってくれるんだったらもうそれでよかったです。いやー、本当にいつも応援してくださってる方々本当にありがとうございます。あの声援が本当にみんなのパワーにエネルギーになってます。すごく会場であのあぶち上がってくれてるだけで、本当に私たちめっちゃもう届いてるので、あのこれからも応援してくれたら嬉しいです。いつもありがとう